反対横向きですね。はい、よいしょよいしょよいしょ、よいしょ、よいしょ。こっちもなんかすごそうだな、はい、うん、ちょっとお尻を私の方に向けて近づけてくださいですね、はい、感じしますね、はい、腰きてますかね、腰の方伸びます、どっちかというとなんかもう肩の方に、ね、そうですね、うん、あ、これきました、はいはい、そうですかね、はい、そうですね、もう少しじゃあお尻後ろに引いていただいたらいいかな、はいはい、すいません、硬いですよ、これやっぱね、なんかちょっとあのうまく回ってくれないというか、思うように動いてくれないので、そうそう、あのちょっと、あ、これ来ましたね、今来ましたね、ちょっとこう微調整が必要というか、ですよね、ちょっとやっぱバランスが悪くなっちゃってるので、先にちょっと倒れてきちゃうとかなりますね、そうですね、うん、そんな感じですね、うん、体の軸がね、まっすぐ来てないっていうか、うまくあの動いてこない感じですね。です。はい、膝にいますね。うん、これで押し切りますかね。あ、そうですね。ね、大丈夫ですか。はい、あ、でもちょっと流れちゃいますね。なんかね、流れそうなんですよね。うまくこう。こっちやっかいですね、固まんないというか、はまんないというか、そうっすね、そういう感じがあります、なんだろう、なんかやりにくそうっすね、ちょっと、なんかいまいち伸びきらん感じですね、そうなんですよ、なんかね、ずれてきちゃうというか、そうそう、そんな感じですよね、なんかね、体が多分こう固まってくれてないっていうか、ぐにゃぐにゃとなんか変な風に逃げていっちゃうような感じ、そうそうそう、そんな感じ、うん、ここで来て、あ、来ましたね、なんかちょっとね、体重を乗せづらいような感じがあります、なんか決まりが悪そうです、決まりが悪い、あります、もともとちょっと不安定になっちゃって今の状態でね、体がうまくこう収まりが悪いというか、どれ、で結構哲也さんってこう柔軟性があるっていうかね、やっぱりもともとこう結構体のね柔らかさがある方なんで、それが今悪い方に作用しているような感じはありますね、そうそうやりにくそう、やりにくそうすみません、いや全然全然、でも細い方だと横向きがそもそもあのあれなんですよね、この接地面積が少ないので、結構変に倒れちゃいやすいと思います、なんかなかなか腰に来ない、そうですね、どっちかというと肩の方に肩の方に行っちゃってる感じです、行っちゃいますね、うん、ああ、これちょっと来ました、ちょっと来ましたね、うまく力が詰まってくれないというか決まってくれないというか、そうですね、なんかもうちょっとですよね、なんでポイントがね、惜しいんだけど、惜しいんだけど、なんだろうなみたいな、なんだろうなってなって、
これ来たかな、はい、でもなんか大変だこれ。これで、はい、まあ一応横ともという感じでね、行ったんで、どうしですね。はい。うわ。ここも貼ってますけど、なんか先ほどではないですね。そう、うわちゃん。左足の内ももが、そうちょっと、すごい。ピーンとなってましたね、筋肉が部分的にすごく張っている感じで、あ、痛かったですね、すいません、残ってますね、足のことはね、訴えてらっしゃいましたもんね。わかります、おーってなりますよね、これね、硬いです、おいやー、効く、効く、もうすごい硬いっすね。おおおおおおじゃないですか。そうですね、うん、なんかふくらはぎかなり、うん、ふくらはぎって結構いろんなその内臓であったりとか精神面だったりとか、いろんな部分の不調が出てくるところって言われるので、なのでなんか単純に足の疲れだけではなくて、なるほど、ちょっといろいろ溜めてるものがここに出てきてるかもしれないですね。ですね。おお。首が痛いですよね。痛いですね。痛い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 。もうどこが大丈夫っていうのはない状態にはなってますね。はい、おうふう、ほう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 、あー硬いですからね、どこしても、あー、うー硬いですよね、いーし、1時間ですね、とりあえずこう腰の方に特化して、はい、はい、ゆっくり起きてみていただいていいですかね、はい、はい、はい、ちょっと肩周り叩きますね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっとね、こう背中、背骨、
あ、でもやっぱりあるのだいぶ寝てる時はね、良かったんですけどね、うん、ちょっと起きてくると潰れちゃいますか、なってくるっていうか、うん、うん、あるのかな。ただまあの向き的にはだいぶこうまっすぐになってるので、うん、あ、そんな感じしますね。自身でも触ってみていただいていいですか。ほんまや腰のハマりが違うのはやっぱりすごい、うん、はい、今多分その腰椎とかかなり調整ができている状態なので、うん、ちょっと動いてみていただいたり、はい、お、なんか、はい、うん、お、なんかいいですね、うん、なんかね、腰の感じが、はいはいはい、あの右から左の方に動いた感じ、うん、で、なんか立って、まっすぐ立ってて、うんうんうん、左足に体重を感じるようになりました、うん、今ずっと右の方にね、寄ってたら感じたんですけど、左の方にもちゃんとこう、足が踏んでるような感じがします、うん、はい、ケアの仕方として、ちょっとこのベッドの上に四つん這いになってみていただいていいですか。腰で円を描くような感じとか、八の字を描くような感じとか、お、はい、ちょっとね、うまく最初回せないと思うんですけど、あ、そうそう、イメージ的に、そう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 、そうです、そうです、そうですね、そう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 、腰で中中取れるんですね。そうです、そうです、そう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 、感じですね。あの猫体操とかってご存知ですかね。猫がこう怒った時にこう背中グーッとこう丸くさせたりします。そうそうそう。それと反り腰をこうさ、じょ、あの、交互にやっていた。そう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 。お腹を床に近づける、離すみたいな、おへそをこう見るようなつもりで丸めるとか。で、そうそうそう。で、それをやっていくと結構腰に柔軟性が出てくるんで、はいはいはい、回したりですとか。で、あとまあさらにできるようであれば、ちょっとこう片側の手を、まあ、これ今ちょっとあれなんでベッドの端が難しいですけど、こうちょっとこうこれで脇がこう伸びますよね、はいはい、こうやってやっていただくと、で、こうこの状態でこうちょっと体を下ろしていただくと、ぐーっと伸びますよね、はい、でこういう風にしてこう体側を伸ばしていただいたりとか、両方ともねやっていただくと脇がこう伸びますよね。結構やっぱりこう脇が縮んじゃってこう体の姿勢が悪くなるので、確かに確かに、はい、で脇をこうちゃんと伸ばしてあげると、はい、こうスッと伸ばしやすくなるので、いろいろちょっと四つん這いだと腰の負担が少ない状態で、なるほど、腰をしなやかにするような動きができるので、はいはいはい、今みたいにこういろいろちょっとこうグニグニグネグネっていうかね、腰の血流とかも良くなって、はい、ちょっとこうか朝起きて、その曲げ伸ばしというか、つらいとかっていうのは減ると思うので、パッと起きたり、あの座ったりじゃなく、ちょっとこう腰をこういう、あ、動かしたりね、やる習慣をつけておくといいかと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日はなんか今まででもしかして一番硬さは強いのでは一番だったかもしれないですね。バシバシでしたね。うーん、動きがもう足とかももうパンパンで痛かったですね。今痛み残ってないですか。あの全然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 痛みないですか。だから今感じるのは、うん、なんかあの右に寄ってたものが左に寄ってて、ちょっとな腰にだから違和感があるとか、うん、今までと違うところに重心があるなって違和感はあるんですけど、でもこれがでもね、うん、あの今だから、うん、両足に来てるってことですよね。来てるって感じですよね、うん、そう。でも足は本当に今しっくりしてます、うんうん、足にしっくりきた感じがあれば、はい、歩いてたりするとよりまあだんだん慣れてくるかなと。あとあんまりこうやっぱり目の酷使っていうか、あのこう脳がね多分疲れちゃってると、体にこう何ですか、その治癒させるための余力がなくなっちゃうので、なるべくやっぱりリラックスする時間とかは作っていただいて、はい、まあ、忙しいのは分かるんですが、またみんなに言われちゃいますねこれ。そう、そうですね、まあ、皆さんまああると思いますけどね、なかなかこうしようと思ってもできないとかはね、うつ伏せからお尻上げた状態とかが一番腰楽っていう人多いですよね。はい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 。なんでまあその発展系っていうか、その状態でちょっとこうお尻グネグネさせたりするだけでもいいと思うので、まあやっぱり無理をしない、そうですね、はい、だからといってあのじっとしすぎないっていうところなので、まあ、やれる範囲で動くっていうところで、まあ、ぎっくり腰予防ですね、はい、これ完全にね、そうですね、予防と改善にちょっとやはりこう柔らかさ、股関節とかの動き出すためにも、うん、ちょっとこう回しておくとこう伸びが、ね、出てくるかと思うので、ガチガチだとやっぱりそれもね辛いので、お疲れ様でした。はい、この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。
哲也さんのチャンネルもありまして、ね、いろんな方とねコラボをされたりとか、はい、されてるようなので、はいはい、体に悪いこともいっぱいやってますちょっとねご興味ある方はそちらをご覧ください。よろしくお願いします。はい、 See you。